ソワンツーエイサー、この時間はエイサーの歴史、起源などの豆知識を紹介し、またエイサーに関する旬な情報を提供する番組です。リスナーの皆様からのエイサーに関するご意見、疑問、情報もお待ちしております。メッセージの宛先は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。ファックス番号は 098-934-8653 番です。そしてエイサーやのフェイスブックでもメッセージを受け付けております。皆様からの貴重なご意見お待ちしております。ワンツーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサーやの提供でお送りいたします。今週のお相手は FM 小座めぐみとエイサーやトーマと、おはようございます、エイサーや前平です。はい、元気ですね。すごい、はい、テンション上げていきましょう。あ、いいですね、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか？おい、テンション低いわみんな勝手にテンション高い日があるってびっくりですね。びっくりしましたけども、まあこんな感じで、あとかあんま知ってるよもう、いつも。はい、はい、この3人で30分お送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。歯切れがいいですね、今日は。いいですね、次じゃあ、はい、行きましょうか。早速じゃあこのコーナー行きましょうか。もういいですか？そうだね、なかなかこのコンビ馴染まないね、まだね。あ、アリのことですか？じゃあ、ね、この3名のトリオがまだ、ね、今からね、今から、はい、今から3ヶ月かけてやっていきましょう。ゆるくね、うん、まだいけないなはい、ということで、はい、じゃあ早速このコーナー行きましょう。エイサー豆知識のコーナーでーす。はい、はい、お願いします。はい、はい、本日のテーマは吸盤でのエイサーということで、うん、いよいよ来週8月15日月曜日から17日水曜日は吸盤です、うん、はい、これまでもお話ししたようにエイサーの本番は各地域において吸盤の時に先祖供養などの意味が込められ踊られるのが本番です、はい。先週も紹介したように現在の沖縄市の多くの青年会は3日間の旧盆期間中踊っていますが、他の地域ではウークイの日だけやウークイの翌日だけなどの地域 など地域によって踊られる期間や時間帯に違いがあります。沖縄市の旧盆エイサーはそれぞれの青年会が自分たちの地域をエイサーを踊りながら練り歩きます。現在多くの人がそのことを道ジュネと表現しますが、うん、沖縄市ではシママーイという表現をしたりします。その他地域によって呼び方が違ったりもします。また昔はシママーイの際に各家々からお酒や食べ物をお礼にもらっていました。キューボエーサーシママーイの楽しみ方なんですけれども、エーサーの本番であるキューボエーサーはやはり他のイベントなどで見るエイサーとは一味違った魅力があります、うんうん、地元の方はもちろん地域外や県外、海外からも島舞を見るために沖縄へやってくるようになりました。そんな島舞を見つけるコツを紹介しますということで紹介したいんですけど、はい、まず見つけるコツはエイサーの音ですね、うん、エイサーの音って何があると思いますか？エイサーの音、はい、よく聞くのはやっぱり太鼓、はい、あのネパーラングだったり大太鼓だったりね、はい、っていう音とか、あとは掛け声があるじゃないですかね。そうですね、太鼓と兵士と、うん、あとは三振の音も、うん、あ、三振三振、はい、これを頼りに探したら見つかるかもしれないです、うんうん、であとは誘導灯ってわかりますか？あの赤いピーカーピーカーしてる、ああの警備員さんとか持ってる、はいはいはい、あのくるくる回すやつ、はい、誘導灯を持った関係者を見つけようということで、うんうん、誘導灯を持った関係者は、うんうん、少し先回りをしていたり大通りからの車両を整理したりなど、うん、本体というかこの青年会からですね、うんうん、青年会より少し離れた場所にいることがあります、うんうん、なので誘導灯を持った関係者を見つけると必ずかな、ね、青年会は近くにいると思います。うんうんうん、
ックで誘導と会えるけど青年会がどこにもないそれもありえるかもしれない、ありえるかもしれない、趣味で持ってるだけですけど趣味で持つ人いるんだね新しいね、はい、はい、で旧盆は沖縄の年中行事の中でも大切にされている伝統行事で、うん、エイサーは各地域にとって大切な旧盆行事の一つでありイベントではありません。うん、各地域の旧盆エイサーを楽しむためにはぜひマナーを守って楽しみましょう。はい、で島舞いはこのマナーですね、うん、島舞いはできるだけ歩いて探そう。皆さんあの観光客の方とか他市町村で、まあこの地域外の人たちが、はいはいはい、車でお盆帰り、お盆のおばあちゃん家からの帰りとか、はい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 、そんな感じで、車運転手が「あいエーサール」って言って「じゃあ見てこう」って、うんうんうん、か途中で止めたりしたら、はいはい、ちょっとね地域の人たちにも迷惑だったりするので、はいはい、絶対に有料駐車場とか、ね、まあ、駐車場に止めてから歩いて探した方が地域にもいいと思います。いいですね、はいはい、あとはゴミタバコのポイ捨てをしたりをしないのは当たり前です、うん、むしろゴミを拾って帰りましょう。うーん、はい、最後に他人の敷地への無断侵入や塀への余地登る行為は絶対にやめましょう。最近ねいるんですかポケモン GO でね、あ不法侵入とか ね、 そうですね、それと同じですよ。エイサーを探して、はい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 、あここら辺にいるかなあいるかな、エイサーを探し気がついたら人の落ちるかっていうことまあまあまあ、あるそうそう見るのに夢中でエイサーね、だいたい数字とかだったら道路塞ぎますからね、ちょっと自分のねあれ気づかないうちにね、はい、たまにいらっしゃる。そうなんですよ、あのね、あやっぱりこう地域によっては、うん、その島回りしてる路地が細いじゃないですか、うん、それを見るたびには、うんね、人のこう庭の中に入ってそこから見たりだとか、もっとひどい人はその中でね、はいはい、ちょっと用を足す方もいらっしゃるという話聞けますので、嘘でしょ、ちょっと控えめにね、そんなことされるとやっぱりこれ島舞い自体ができなくなったらね、うん、もう元も子もない話になっちゃうので、ですよね、侵入する時もちょっとエイジ壊してからそれだったらいいね、すいません、侵入する、侵入するでも気づいたら侵入してる場合もあるじゃないですか。あ、そうそう、あの入り口の方とかね、入れてもらうっていう言い方がいいかもしれない、侵入するじゃなんか盛り上がるみたいな、ちょっとねあの個人の住宅という感覚がちょっとなくなっていくのかもしれませんね。そうですね、エーサーに夢中になる、まあ、もちろん、はい、その通り沿いの人で中に、うん、あ、こっちから皆さんいて言ってくれる優しい方々もいらっしゃるみたい、 ね、 ね、そういうお互いの優しさで、ね、ちょっと声かけすることがやっぱり大事ですよね。そして最後になんですけど、はい、エイサーやでは、はい、エイサー情報というかイベント情報などの問い合わせも答えているんですが、はい、旧盆エイサー島舞については、うんうん、地域の大切な伝統行事であることを尊重し、うん、島舞いのコースの案内はいたしておりませんので、うん、ご協力、ご理解ご協力の方よろしくお願いします。はいはい、でどうしても知りたいという場合は、はい、もうその地域の、自治会というか公民館に電話をして確認をした方がいいかもしれないですね。島舞いっていうのが、はい、さっきも言ったように地域の旧盆の行事なので、はいはい、イベントではなくて地域のものなんですよ。そうですね、なので、うんうん、それをまあ取り仕切ってるっていうかやってるのは地域の自治会であり、はいはい、青年会なので、いくらねこの観光、はい、別に観光とわけじゃないですからね、うん、誰も知り合いがいない運動会に行くみたいな感じだと思うので、なので、ただね公民館に問い合わせたからといって必ず教えてもらえるわけでもないんですよ。そうですね、もちろん公民館の皆さんも旧盆行事で忙しいですし、確かに確かに、皆さんこの日ここ回りますよってこう公にするものではなかったのでね、もともと地域の皆さんにはね今日回りますのでよろしくねってあるかもしれませんが、いわゆるイベントのように何時にどこ行ってどこで踊ってその次どこを通ってどこを通りますので皆さんお越しくださいみたいなことではないので、そういった問い合わせにはエイサーはちょっとお答えできないので、はいはいはい、皆さんよろしくお願いします。ご理解のほどしていただければ、はい、多分ねこれはもう本当に大事なことですからね、はい、もうそろそろ増えてくると思います。こういう、そうですね、来週ですからね、はい、雨降ってるけど島舞いどこどこ通るのとか分かりませんとしか言いませんそれはもう天気にしか分かりません、ね、本当に本当に、はい、青年会によっては当日急なコースの変更もありえるのでありますね。それはですね時間も押したり分かりませんので、はいはいはい、確かに確かに、そういう生ものであるっていうことで、はい、ご理解していただいて、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、じゃあ豆知識のコーナーは以上で
大丈夫ですか。はい、以上です。はい、ありがとうございます。それでは次のコーナー行きましょう。エイサー Q&A 目指せエイサーウェイ方、イエイ、救急編です。はい、それでは、はい、いいですか。はい、問題たけしさんから。はい、はい、じゃあ行きましょう。9本のエイサーで、はい、近隣の青年会と鉢合わせた時に行われる勝負があります。うんうん、その勝負のことを何というでしょうか。1応援2ガーエー、うん、3ハーリー、うん、4エイサー勝負。はい、まあね、隣り合ってる、はい、青年会同士こう島前してると、うん、やっぱりこう、うん、ぶつかる時があるんですね、コースとコースが。そんな時に行われ る、まあ、いわゆる勝負があって、まあ、これもエイサーの島前の見どころの一つになってるんですが、そうですよね、このことを何ていうのかということですね。はい、お考えください。はい、考えてください。皆さんどうですかね。答えお待ちしておりますが、はい、じゃあ私が先に答えでいいですか。どうぞ。もう聞いたことがあるっていうだけなんですけど、まあ答えは2番のガーエーです。はい、あ、ファイナルエイサー、ファイナルエイサー、スイでしょ、スイ。まだ生きてたこれ。失礼失礼、終わったのもこれ、あれ、どうだったかな。この部分は終わったもん。終わったかもしれない。あ、そうなのね。終わったないかもな、分かんないけど、はい、ナーティーチ、ね、もういいもういい。もういいもういい。じゃあ2番の2番のガエでお願いします。正解です。やったー、イエーイエーイ。これはですね、まあ、いわゆる島、まあ、沖縄で島という言い方をすると、まあ、地域のことを指すんですが、はいはい、そういった地域の教会などで境目ですね、はい、青年会同士が鉢合わせた時に、はい、こうお互いに一斉にですね、はい、踊るんですね。うんうんうん、で、一斉に踊ることによってペースやリズム、隊列などを崩さずに踊り続けられるかっていうのをですね、巻き添うというか、お互いにこう一斉を示し誇示し合うっていうのがこのエイサーガーエーですね。あー、エイサーガーエー、ね、まあ、あのエイサーオーラ性というふうな言い方をされる方もいるんですけども、それも聞きますね、オーラ性ってなると、まあ、喧嘩っていう意味もあるので、ね、表現的にちょっとあのガーエーの方が渋いかなと思いますので、渋い、はい、ぜひ皆さん、ね、ガーエーということで覚えていただきたいと思います。はい、エイサーガーエーですね、はい、あとですね、はい、またちょっと時間、まだ大丈夫です。大丈夫、はい、以上です。いいですか。はい、あ、いいですか。大丈夫です。わかりました。じゃあ、うん、ということでインフォメーションいきましょうか。はい、お願いします。エイサーイヤーではですね、新しい体験メニューが増えました。うん、まあ、エイサー体験をね、これまでやってきたんですけども、うん、それに加えてクラフトしめ太鼓の制作体験、はい、簡単クラフトしめ太鼓という商品があるんですが、はい、これを一緒に作ってですね、はい、で、かつちょっとした、まあ、叩き方とかね、うん、はい、うん、やってみたいと思います。はい、そして瓶型、これはあの色付け、沖縄の伝統染め物技法ですね、この瓶型を使った染め、うん、色付け体験で、はい、モチーフが A 棒で、これがエイサーやオリジナルのデザインとなってますんで、うんうん、まあ、サイズ的にはコースターサイズですね。あ、コースターの、はい、あー、なるほど。額に入れて飾るもよし、お、そのままコースターに使ってもよし、うんうんうん、ポロシャツの胸に貼り付けてもよしで、はい、いいのかな。いいよいいよ。いいですね。はいはい、そして三線演奏体験、はいはいはい、エイサーには欠かせないですね、三振ね。うんうん、で、うちのアンチでも触ったことないっていう人いっぱいいると思うんですが、はい、弾けない人もね、はい、結構簡単な、ね、フレーズがちょっと弾けるようになるぐらいになったらいいなということで、そうですね、はい、三振演奏体験をやります。はい、で、管から三振の今度は制作体験、はいはい、これはキットがありまして、はいはい、このキットを組み立てて、うん、まあ、三振の構造も勉強になりますね。はいはいはい、そして、ちょっと演奏体験をしてっていう形で、うん、これはあの組み立てて演奏体験だけの A プランと、はい、この自分で作ったものをもう自分で持ち帰りたいっていう B プランがありますので、はいはいはい、お問い合わせください。はい、はい、あと何秒。あと30秒です。はい、そしてエイサーの新しいグッズも、どこがいいのかな、カメラありますので、持ってきてもらってますね。はい、ぜひ皆さん、いエイサー屋にお越しください。よろしくお願いいたします。はい、以上です。ありがとうございました。ちょっと時間もね、押してきてますので、はい、今日は以上という形でよろしくお願いします。うん、はい、今日も皆様のご参加ありがとうございました。エイサー屋にも遊びに来てください。ワントゥーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサー屋の提供でお送りいたしました。ホワイトFMことめぐみとエイサー屋とまたエイボーなあ
に合わなかった。あ、やばいやばい。沖縄市エイサー会館準備室。